長崎県で2番目に広い平野、深江田原に来ています。実は壱岐は米どころで、お米がすごい美味しいです。壱岐に移住して4ヶ月で20キロ太った時、半分以上お米で太りました。今ですね、壱岐は9月新米の季節ということで、新米はですね、ただでさえ美味しいお米がさらに美味しい季節ということで、壱岐の新米を美味しくどのぐらい食べられるのかにちょっとチャレンジしてみたいなと思います。それではこの後ジムに行って壱岐の新米どれぐらい食べられるかチャレンジしたいと思います。本当に楽しみです。何も食べれるかな。今から待ちに待った壱岐の美味しいお米何合食べられるか企画をやっていきたいと思います。お米は近所の、農家さんからいただきました新米です。そしてお米をですね炊いておきまして今から開けます。よいしょ。うえー、おいしそう。ピン取ってるかな。こうお米が立つ炊飯器なのでお米立ってるはずです。わかるかな。いや、まあ、とにかくおいしそうです。4合炊きました。多分2合は食べられると思うんですけど、まあ多分4合は食べられないでしょう。まあ3合ぐらいな、3合食べられるかどうかくらいかなっていう気がしてます。めちゃくちゃ楽しみ。で、今日はですね、壱岐産のお魚、お刺身ですね。上から、ヒラス、タイ、ヤリイカ、クジラ。クジラだけ壱岐産じゃないと思います。ハガツオ、ごまさばになります。全部、クジラ以外は壱岐産だそうです。めちゃくちゃ美味しそうです。今、あんまり魚が、1年の中で言うとそんなに美味しい季節ってわけではないんですけども、まあ多分めちゃくちゃ美味しいと思います。ちなみにこれ全部で、すごい量ですけど、スーパーで3000円で買ってきました。それから、一応、壱岐牛。壱岐牛の細切れ肉です。そしてこれがですね、壱岐で育っている鶏の卵。僕は島卵って呼んでるんですけれども、正式名称は素直な恋卵という、卵です。多分一昨日ぐらいに産んだ卵だと思います。それでは今からお米。食べていきたいと思います。すんごい楽しみです。いただきます。だいたいですねこの山盛りご飯で今よそってみたですね2合、だいたい2合ぐらいでした。なのでこれ一杯食べちゃったらもう2合食べれちゃったことになります。じゃあいただきます。どうしようかな。お刺身から食べます。ちなみに僕はですね壱岐に来て食べ物何でも美味しいんですけれども唯一慣れないものがあってそれ何かっていうとお醤油なんですね。お醤油これ多分全国どこでも売ってるお醤油だと思うんですけど壱岐に限らず九州のお醤油ってちょっと甘いんですね。で僕はその甘いお醤油になかなか慣れないです。ちょっと絵的にお刺身が見えるように無理やりお刺身を高いところに置きました。ではいただきます。今日はハガツオがすごい美味しいって言ってました。いただきます。美味しい。あ、すいません。お魚高いところに置いたらお魚タワーが崩壊してちょっと見せられるような感じじゃなくなったので、ちょっと絵は僕が食べてるところだけでいきます。大根の妻と
魚がミックスして勝手に海鮮丼みたいになりました。味は変わらないはずです。ちょっと本当ごめんなさい。いただきます。タイは僕ちょっと釣りしないんですけど、壱岐ではもうものすごいよく釣れるらしいですね。なんか東京いる時は高級魚ってイメージだったんですけど、壱岐来たらなんかすごいよく食卓に並ぶので、なんか全然大衆魚っていう感じですね。まあ、もちろんすごい美味しいです。でイカはですね、壱岐はイカ釣りがすごい盛んで、今は漁師さんが減っちゃってるんですけど、昔は港の中にイカ釣り漁船がびっしり並んでるぐらいイカ釣りが盛んだったらしいです。イカめちゃくちゃ美味しいです。壱岐に来た時にご飯に招いてくださったお家があって、そこの娘さん5歳ぐらいの子が壱岐に来て一番好きな食べ物がイカになったっていう話をしてました。でその1ヶ月後ぐらいに東京に帰るみたいだったんですけど、東京に帰ってイカ食べたら全く別物なので、なんかこの子の好きなものはまた変わるのかななんてことを思いました。でヒラスっていうのはヒラマサのことなのかな。多分ヒラスはヒラマサのことだと思うんですけど、ヒラスマサって多分高級魚ですよね。東京で東京の高級魚が壱岐では全然大衆魚として日常的に食卓に並ぶし、なんなら釣りする人は普通に釣れちゃうみたいな環境です。ちょっとご飯が減ってきたので、魚から味を変えるためにここで卵を投入して卵かけご飯にしたいと思います。不器用ですね僕。ちょっとご飯の量に卵が足りなかったのでもう一個入れたいと思います。おいしそう、おいしそう。めちゃくちゃ美味しいです。卵かけご飯すごいですね。あっという間になくなりました。じゃあおかわりしたいと思います。もうほぼ半分ないですね。ちょっと持ちよう。今ですね残りがこのぐらいなので、正直サンゴは食べられるんじゃないかなっていうような気がしてきましたね。今ちなみに腹どのぐらいだろう、6分目から6分目ぐらいですね。そしたらちょっとお肉を焼いていきたいと思います。お肉を焼きに行ったらですね、冷蔵庫にこんな明太子を見つけたので、お肉を焼けるまで明太子も食べたいと思います。ちょっといっぱいあるのでせっかくなので贅沢にいっちゃいます。このコラボレーション最高ですよね。めちゃくちゃ美味しいです。壱岐牛焼けました。美味しそう。壱岐牛ですね、聞いたことない方もいるかもしれないんですけれども、実はすごい高級和牛でして、なんかこう牛って競りがあって競り落とされるんですけど、全国的にもものすごく高い金額で買ってもらっている牛だそうです。ですごく質が良くて、なんだっけな、神戸牛とか松坂牛とかそういうすごい高級和牛の
高級和牛の子牛として買ってく、買われていくことが多いそうです。牛って面白くて、例えば生きて生まれた子牛を、例えば神戸に連れて行って、神戸の特定の条件の中で何年以上と育てると、それは神戸牛になるんですね。なので、そういった、風な買われ方というか、そういった風に使われることがすごく多いそうです。もちろん生き牛として育てられて、生き牛として美味しく食べられる牛もたくさんいます。それではいただきます。あ、で、油がすごいですね、和牛なんであれなんですけど、いただきます。うまい。ここでちょっと、味を変えるために再び卵かけご飯の卵を投入したいと思います。ちょっと卵かけご飯の味も変えてみます。ちょっととっておきがありまして、ここにですね、見えるかな、ここにトリュフ塩を入れますね。見えるかな、あ、すごい、すごいトリュフの感じが抜けてきますね。ではいただきます。あ、すごい、卵かけご飯なんだろう、ただでさえ濃厚なのに、なんかそれ香りがめちゃくちゃ抜けてくるんで、なんて言うんだろうな、とにかく美味しいです。すいません。ご飯をこれで3合かな、食べ終わりました。正直、美味しくごちそうさまするのであれば、今がちょうどいいです。3合。ちょうどいいっても結構食ってるんですけど、でもなかなかね、こういう機会もないと思うので、4合食べられるかどうか、チャレンジしてみたいと思います。とりあえず 0.5 合分入れてみますね。よいしょ。今更言うのもなんですけど、ダイエット中とは思えないですね、この食事は。では、4合目食べたいと思います。3.5 合食べ終わりました。残り0.5 合ですね。どうしようかな。正直、もう、食べるのやめたいです。ここまでが、これ以上食べると、なんかちょっと、これから一日体重いなっていう感じになりそうですね。どうしようかな。まあ、いっか。無理しないのが大人ですね。ちょっと、家族の分のご飯も残したいので、お米何合食べられるかチャレンジ、3.5 合ということで、結果は 3.5 合食べられました。
壱岐の新米、壱岐のお魚、壱岐牛、壱岐の島卵、素直な恋卵、すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あ、ちなみに、今これだけ食べて体重何キロ増えたかっていうのを測ってみたいと思います。ちょっとお待ちください。体重測ってきました。 1.8 キロ増えてました。結構そうですね、食べると結構増えるもんですね。飲み会の次の人が平気で2キロぐらい増えるのはこういうことかっていうのが分かりました。美味しかったです。まだ壱岐のお魚も、壱岐牛も卵も全部残っているので、あとは家族で仲良く食べたいと思います。ありがとうございました。残り 0.5 個、ごちそうさまでした。